僕がやった仕事の中で、これは木質ペレットを使ったストーブです。でこれは岐阜県の、織部総操塾というのが2年か3年前にやった仕事なんですけど、岐阜県が地元の企業を支援するためにいわゆるいろんな今自治体でそういうことやってますよねって支援策 でこれは全く違う飛行機の部品作ってるメーカーが名乗りを上げてこういうものをやりたいというふうになったんですけども、木質ペレット要するに、住宅廃材とかそれから間伐材それから枝打ちをしたものですよね。それから公園の芝生とかそういうものを刈り取ったものを燃やさないで一回チップにしたものを固め直すと、さっきみたいなああいうものになって、このメーカーはこのペレットのプラント要するにペレット生成のための機械を作ろうと思ったんだけども、岐阜県の方に相談に行った時にそれはじゃあ作ってもいいと作るんだけども、それを消費する市場を形成するプロダクトを何かやらなきゃ無理だろうということで声かけていただいたんです。これはここで燃やした熱をこのパネルにため蓄熱して、これセラミックのパネルなんですね。で遠赤外線これが外熱ここ出てる、要するにこれ今熱がこうこれから回っている、でこれ遠赤外線になってこう排出される、これも燃料入れる姿なんですけど、こういう感じ、炭酸ガスを封じ込めた消火器です。こんな感じのものなんですけど、なんでこの細長い形してるかっていうと、火を消すのに、ビールサーバー用の炭酸ガスのこのカートリッジが3本分ぐらいで消える。でそれはその最初にビールのカートリッジがあったわけじゃなくて、炭酸ガスをどのぐらい使って消したらいいかって言ったらそのぐらいの量だったっていうことなんですね。でもその炭酸ガスそのぐらいの量を1本 そのカートリッジっていうかそのこういう消火器に封入して使おうとすると、なんか高圧ガスの取り扱いの許可がいるとか そういうものを使える許可を持った人が必要だとかっていう話になって、じゃあ困るじゃん。で実はその炭酸ガスの、ビールサーバー用の炭酸ガスのカートリッジがいいんじゃないか、それを3本分つなげて破風した時に1個の口から出ると3つの消火器をちっちゃい消火器を3つつなげたっていう原理なので、いわゆる高圧ガスの取り扱いの規制を受けない。ここに時間が出るんだけど、これ試作の本当に1号機のシェイクダウンしているシーンです。でこれ12秒で消えるんですね。ここ見てると大体12秒で消える。で大体マイナス85度ぐらいの冷却したガスが出る。だから冷却するのと炭酸ガスでこういわゆる今 LED がついてる。でこれは実は消防庁の OB がこのコンサルタントについてて、我々がこう昼間会議してると火事って昼間だけじゃないよね、夜中も起きるんだよって言われて、夜中火消した後どうなると思う、暗いよねじゃあ電気つけようよすげえ安易なんだけど、やってみた後で結構これ有効じゃんっていう感じですね。でこれもう破風してるんですけど、こう爪を剥がしてギュッてひねるだけなんですけど、要は炭酸ガスのボンベビールサーバーなんかこうやって突っ込む、だから1日かそれこそ 2,3 時間で使い切るからリークしないんだけど、結局薄い鉄板の膜で全部こうシールしてあるんですね。でそれを3本のボールいっぺんにこうやってひねるとバツンと出るようなそういう仕組みを僕が考えて設計してやったんですけど、これでこんなちっちゃいランプだけども大体ここ4分の1ぐらい真っ暗になると照らせるからね、逃げ道確保するの十分。僕はちょっと個人でやってる仕事で、これは木の製品ですね。いろいろ走るとこれは鍋敷でこうやって置いてもいいし、ここで点で受けてるんで裏返すとここの下のこれ丸いんですけど下から平らになっていろんな使い方ができる。でこれは
テーブルウェアですね。で、まあ、これはたまたま今回木でやろう、その木のテーマでやっていこうということで、たまたま僕が、ああ、それじゃあこんなのがあるよっていう話をしただけなんです。